60周年にあたります2015年、一年発起いたしまして2002年以来、13年ぶりとなるファクトリー体制による、鈴鹿八大への挑戦を決意いたしました。それ以来皆様のご支援を得て2015年、2016年、2017年と3連覇を達成し、山橋史上初めての3連覇を達成いたしました。また通算の7度目の優勝も果たすことができました。合わせましてここにいらっしゃいます中塚克之選手、日本人初、また史上2人目のライダーによる鈴鹿八大3連覇を達成することができました。本日は改めましてこの3連覇を皆様にご報告するとともに、皆様に対しての感謝の気持ちを表すための祝賀会でございます。それでは最後になりますが、3連覇に支えていただきました本日ご列席の皆様に心よりお礼を申し上げるとともに、今後とも私どものレース活動にご支援を賜りますようお願い申し上げまして、私のご挨拶をさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。振り返ってみますとですね、2015年はですね、ニューアルワンとともにですね、八大ファクトリー活動を復帰したわけですけれども、最初はですね、やっぱり、勝てればいいなと、正直言ってそういう気持ちでした。それが、勝てて、非常に嬉しかったんですけれども、2年目はですね、絶対勝たなくちゃいけないという意気込みを持ってですね、やはり完璧と言っていいぐらいのですね、レーサーバックができてですね、2連勝を達成できてですね、やはりその3連覇となるとどうなるかというとですね、負けたらどうなっちゃうんだろうというですね、かなり自分の中ではですね、半分ネガティブな気持ちもありながらですね、でもなんとかしなくちゃいけないという気持ちの中でですね、今年の鈴鹿八大を迎えたわけですけれども、皆様のですね、多大なるご支援のもとですね、このように3連覇を達成できたこと、非常にありがたく思います。この場をお借りしまして、改めてお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。来年の話になるんですけれども、実はですね、まだ決まってません。ということで、木村さん、やるしかないですよね、来年も。勝ち逃げはまずいということが、島本さん、よろしいでしょうか。まあ、そういうことですよ。ということで、弊社の中でレース委員会を待たずですね、承認が得られてる来年に向けて、4連覇、5連覇を、ぜひとも達成すべくですね、我々頑張っていきますので、皆さんのご支援のほどですね、よろしくお願いしたいと思います。今日本当にありがとうございます。皆さん、こんばんは。ヤマハファクトリーレーシングチーム監督の、吉川です。今日は、このような場に立たせていただき、大変光栄に思っております。また、ヤマハ史上初となる、鈴鹿8時間タイプの3連覇に、監督として、参加できたことも、大変嬉しく思っております。その鈴鹿八大、3連覇を達成できたのも、スポンサーの皆様、そして R1 を、技術的に、サポートしていただいている、サプライヤーの皆様の、ご支援によるものと、思っております。心より感謝いたしております。ありがとうございます。あともう一つ大きく、貢献しているのが、横にいます中塚ライダーだと思います。そしてこの中塚ライダーを、しっかり支えている、このチームスタッフがあるところが、大きいなと思っております。今後も、このスタッフとともに、参加するレースを、全て勝てるように、一生懸命頑張っていきますので、今後ともご支援の方よろしくお願いします。こんにちは。Hello, Yamaha families. Thank you very much for coming today. Suzuka 2017 was a fantastic race. I really, really enjoyed it. And to win again for Yamaha was really great for me. The race itself was quite difficult, but the,
my teammates did a fantastic job. Michael-san and Nakashima-san were great. And the support we had from you guys, the support from the fans was fantastic. So I really enjoyed the race. I enjoyed my experience in Japan. And I hope to come back next year again and see all you guys. Arigato. Suzuka 2017 has been amazing. We have a really good result, of course. 40th edition of the Suzuka Yamaha. We made history for Yamaha winning 3 times in a row. So I want to thank everybody, our sponsors, everybody in Yamaha for making this possible, and I hope you enjoyed this party today.8対3連覇、これを達成できたのも、スポンサーの皆さん、サプライヤーの皆さんの、ご支援があり、こうして素晴らしい結果を残すことができました、本当にありがとうございます。先ほども、来年は鈴鹿8体をやりますという発表があったんですけども今年は、16.5 インチで8体を戦い、見事8体を3連覇することができたんですけども、全日本の方はですね、17インチで戦っていて、今年は、転倒するか勝つかのレースが続いています、正直。全日本としては赤信号、チャンピオンシップは赤信号なんですけども、残り3戦4レース、しっかりですね、結果を出してですね、全日本でも17インチでしっかり結果を残し、でまた8体につながる、誰が乗っても速いバイク、速い、安心できるタイヤに仕上げてですね、両連覇達成したいなと思っております。で今後とも、ご支援のほど、よろしくお願いします。本日は誠にありがとうございます。改めまして3連覇おめでとうございます。さあ、それぞれの立場からですね、いろいろお話ししていただきたいなというふうに思うんですが、まずは菊田さん、ここにですね、会場には3年のですね、R13台それぞれ展示されていますけど、まあ、細かく見ていくといろいろとですね、変わっている部分もあるかと思うんですけども、この3年間でこのヤマハワイネットエッグ R1、どんな風に進化してきたのかというところですね。ちょっと短い時間です。3年の平成ということで紹介を依頼されましたけど、ちょっと15年っていうのはニューマシン で初めてこのオートバイを走らせたのが1月のセパーテストで、もう圧倒的にもう準備期間が短い中でなんとかレースを迎えたということで、スタッフもライダーもみんなそのフラストレーションがたまる中で勝てた。これは非常に自信につながったかな。で、次の年に向けては連覇をやるということで会社から、早い方針の、をいただきまして、十分な準備期間をいただいて、あっての満足を迎えた。で、2017年に向けてじゃあ何をするかということだったんですけど、昨年218周を8時間40秒で達成しているんですね。で、あと40秒あれば219周できたということもあったものですから、今年は、会社のスローガンは青の進化でしたけど、我々のスローガンは40秒の壁でした。で、その40秒の壁をどう崩していくかということを皆で、話をして、ピットワークで、ライダーのラップタイムにはこれ以上頼るか、それはリスクが増えるものですから、リスクを減らさずにタイムを上げるにはストレートスピードを上げるしかないというところ、あとは耐久性を上げることで、ピットワークに貢献する、この3点に絞って改革を続けてきたんです。で、ある程度完全にできたわけではないんですけど、運よく優勝できたということで、来年に向けても本日やるという方針をいただいたと思ってますので、早速明日からですね、来年に向けて今年足りなかった部分をみんなで考えて開発していきたいと思っています。いや、本当ね、マシンの進化ぶり素晴らしいものがありました。さあ、そんな中ですね、吉川監督、吉川監督、去年ヤマハ黄金時代がついにやってくるぞ、仲間言わされた感があるような感じでね、そうですの発言もなさいましたけども、今年はもう本当にやっぱり来たなという、本当に来たなっていう感じがいたしましたが、どうでしょう、3連覇、今年のレースを振り返っていかがですか。そうですね、
精度どれぐらいと言われるともう3連覇をした時点で、完成かなとは思うんですけど、今がまさしくその時であり、これをあとどれだけ長く続けられるかというところだと思うんですね。だから一昨年確かに初優勝した時はかなりドキドキものだったんですけど、昨年だいぶ安定してこう余裕を持ってこうレースを見る感じでしたし、今吉田さんがおっしゃったような40秒の壁というのも大体技術的なところで、ライダーに負担かけずに、なんとかなるかなというところもありましたの でまただからチーム側としては今年全日本も給油とかのあるレースがだいぶ増えてきましたので、チームスタッフの方も、少し若返りを図りまして、40代が多かったので、だいぶ30代、20代を入れて、具体的にも徹夜も、大丈夫ですっていう技術をこう導入しながら、非常にこう練習を積み重ねて、ビットワーク、トレンド、だいぶヤマハも良かったんですけども、よそのチームに、遜色ないレベルまでこう引き上げてもらって、いろんな面で、なんていうんですかね、余裕ができたかなという今年だと思います。つまり今年のビットワーク、吉川監督としては何点？そうですね、100点と言いたいところですけれども、詰めるのはキリがないので、85点ぐらいです。おお、結構厳しいですね。みんな多分、個々には多分、もっと高い目標を持っていると思うので、そうするといけると思うんですけども、この先、結局タイムを詰めるとリスクも背負っていくので、レース的には、去年、今年と逆に言うと、他チームが先にちょっとトラブルを抱えたりして、逆に楽にさせてもらえているので、そこまで追い込む必要がないのかなという感じでできています。そして、辻さん、今年のレース、さっきの映像もそうだったんですけど、どっちかというと他のメーカーのマシンがトラブったりする、こけたりするっていうシーンが多いダイジェスト映像に見えたんですが、そういう意味ではある意味ヤマハは本当にミスもなく完璧な8台をこなしたかなという印象を持っているんですが、今年を振り返ってもしお話できる裏話などあれば。やはり我々のチームはですね、一番大きなのはライダーですね。特に中須賀選手中心にですね、ライダーがですね、一番かかってですね、レースしてくれるのが一番の強いかなと。中須賀のセッティングでですね、何も変えずにですね、文句も言わず、MotoGP ライダーも乗っていただきたし、ワールドスーパーバイクのライダーもですね、文句一言も言わずに今乗ってくれてると、それにつけるという思いますけど、これはもしですね、やはりそれとライダーがああだこうだ言い出すとですね、ちょっと収集つかなくなって、いろんなミスを起きる、中須も多分ミスを起こるでしょうし、他のライダーもミスを起こるでしょうし、それがやはり中須のですね、これまで実績をですね、世界のライダーが認めてくれてると、これしかないと僕は思うんですけどね。あと中須賀選手はそれ言うときに言われなかったそうですけどね、多分バレンチーノが発生のととしてもですね、長曽のセッティングで僕が出てくれると思うんですけど、それぐらいそのバレンチーノも長曽が信頼してますので、中須賀選手は3年とも乗ってますけど、違うライダーで、全てポールトゥーリー、本当に素晴らしい成績だと思います。